あるのか。あ、なぜそれをすぐに言わない。なぜクソみたいな面して黙ってる。この作戦がうまくいけば、お前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げればな。お前の言う通りだ。どの道我々はほとんど死ぬだろう。いや、全滅する可能性の方がずっと高い。それならば玉砕覚悟で正気にかける戦法もやむなしなのだが、そのためにはあの若者たちに死んでくれと一流の詐欺師のように体のいい方便を並べなくてはならない。私が先頭を走らなければ誰も続く者はいないだろう。そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくな。は？俺はこのまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思ってたからだ。いつか答え合わせができるはずだと。何度も死んだ方がマシだと思った。それでも父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。すぐそこにあるんだ。だがリヴァイ、見えるか、俺たちの仲間が。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからな。全ては俺の頭の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。お前はよく戦った。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。